高山航空公園は、香川県綾歌郡綾川町にある公園。高松空港から西南西へ約3 6トル綾川町の南部の鉱山に位置し、総面積は約4ヘクタール。旧綾上町により整備され、1990年12月16日に高松空港開港1周年を記念して一部が開園した。その後、 1995年までに鉱山パークセンター等すべての整備が完了した。園内の広場には航空機やヘリコプターが展示されているほか、キャンプ場や遊具が設けられている。また、公園に隣接して高山航空神社も混流されている。高台から滑走路を離着陸する飛行機を見学することができる。そのため、家族連れや航空ファンが訪れ、 スポッティングや撮影が行われる。高山航空神社は公園南の隣接した地に鎮座している。空港の完成後、この地の上空を飛行機が通過することから空の交通の安全を願い、公園整備に合わせて1990年12月16日に竣工した。神社の隣に陸軍少年飛行兵香川県出身者有志により、 本流された陸軍少年飛行兵検証費と公園整備前からある知人の祠がある。神社が祀られて以来歴代運輸大臣、国土交通大臣が参拝に訪れており周辺に記念植樹がされている。綾川町山田町の国道377号から中山南部広域農道を南へ進み約10分。ありがとうございます。